1912年の知事選の際に作成したハガキ、アーサー・キャッパーは、カンザス州出身のアメリカ合衆国の政治家である。1915年から1919 19年まで、カンザス州知事を、1919年から1949年まで、上院議員を務めた。キャッパーは、ガーネットで生まれた。彼は、公立学校に通い、印刷技法を学んだ。 新聞の発行人となり、最終的にいくつかの新聞と二つのラジオ局を所有した。彼の出版物で最も著名なキャッパー州報は農家の間に多数の読者を持ち、カンザス州内における彼の政治的支持基盤として用いられた。政治家に転身したキャッパーは、1912年のカンザス知事選に共和党から出馬した。 自身の新聞によって形成される評判に加え、彼は元知事サミュエル・ジェイ・クロフォードの義理の息子でもあった。民主党員ジョージ・エイチ・ホチスに敗北したが、1914年の知事選に当選して1915年から1919 19年までカンザス州知事を務め、1916年に再選された。彼は初のカンザス州出身のカンザス州知事であった。 知事として2期務め上げたキャッパーであったが、カンザス州憲法の規定により参戦が認められなかった。その代わりに、キャッパーは1918年に、米国の上院議員選に出馬し、当選した。キャッパーは、上院議員を長く務め、30年間にわたって、上院議員2名のうちの1名として、カンザス州を代表した。1919 19年から1949年まで、 上院議員を続け、フランクリン D ・ローズベルト政権の救済努力その他の政策を支えた共和党員の中でも突出した存在であった。1948年、再選を辞退した。キャッパーは特に農業問題に関心を持っていた。知事就任前の1910年から1913年まで、カンザス州立農業大学の評議員理事長を務めた。 上院議員時代には、農務省の歳出委員会と、農林業委員会の委員長を務めたこともあった。また、クレーム委員会と、コロンビア特別区委員会の委員長にも就任した。彼は、キャッパーボールステッド法の支持者の一人になった。上院議員時代の1923年に、異人主間の婚姻を非合法化する、反異種族婚行憲法改正案を提出したが、 アフリカ系アメリカ人の組織の抗議によって撤回を余儀なくされた。キャッパーは1946年に上院農業委員会の委員長になった。81歳という高齢で、かつ耳が遠かった彼の演説は理解するのが困難であった。上院引退後、キャッパーはカンザス州トピーカの実家に戻り、死去するまで新聞発行を続けた。トピーカ墓地内の クロフォード知事の墓所に隣接する区画に埋葬された。ありがとうございます。